こんにちは。弊社のチャンネルへようこそ。ここでは最新のニュースと印象に関するコメントやフィードバックを共有するために集まります。この会話の一部となるためには購読をお忘れなく。では始めましょう。日本の岸田文雄首相は昨年12月29日から年末年始の休暇に入り、30日夜には家族と高級すき焼きを楽しんだ。しかし安倍派幹部がキックバック疑惑で調査を受け、岸田首相が豪華な食事をする中で批判が噴出。岸田首相は SNS での非難に対し、問題が解決するならいつでもやめてやると発言。年が明けると地震と飛行機衝突事故が発生し、逮捕者が出れば政権に大ダメージが予想されている。一部では2024年度予算成立を条件に内閣総辞職する可能性もささやかれ、岸田首相のやめてやる発言に対する憤懣やる方ないコメントが広がっている。岸田総理には大局観はなく、あるのは自身の延命という近視眼的なことのみだ。岸田総理は総理大臣になることが目的だった人、子供たちに総理になりたいと思った理由を問われた際は、日本で一番権力があるからと答え、総理になってやりたいことは人事と言った人。岸田総理には一刻も早く退陣してほしい。これまでも政治の問題が表沙汰になると何かしら起こっている。これで裏金をうやむやにするつもりだろう。今は石川県の震災に全てを注いで一刻も早く助けてあげてほしい。このような事態になった時に我々が納めている税金を使い、支援物資などを届けてほしい。何なら裏金をこのために使ってほしいのだが、政治の問題はその後できちんとやってほしい。この地震対策に自衛隊員の増員をするというのはいいのだが、72時間前に多く投入することの方がより効果的なのに、ここでも対応の遅れを感じる。なんかトンチンカンの感を感じるのは私だけか。裏金問題も開き直るより徹底的に調査し根本的に解決を目指していくので、皆さんのお力もお借りしたいなどと解決の意欲を見せれば支持率もぐーんと上がるチャンスなのに、それも逃したよね。残念な方ですね。少なくともこれ以上は悪くならないと信じたい。岸田さんが総理大臣になってからの功績が国民の生活のどこが豊かになったのか説明してほしい。長期的な考えは今は不要だと思う。総理の周辺だけが豊かになってるようにしか見えません。聞く力で即効性のある改革を期待したけど、他人事でしているようにしか見えませんでした。正直国民の痛みが少しでもほどける人かと思っていました。もっと痛めつけられて限界です。自分なら問題解決できるではなく、自分がやめてとの発言は全く責任感の感じられないものですね。自分にしかできないことがあるなら総理就任以来なぜやってこなかったのか。やりたいことも明確でないから発言もフラフラ、態度もフラフラして、岸田さんが何をやりたいのか国民は全く理解できません。だから早くやめてほしいのです。今の自民党の姿で良いのか国民に問うため、総選挙をすべきでしょう。総辞職なら解散してください。今の状況は岸田内閣への国民からの不信任と自公政権への不信感の両方から来ています。総辞職して次に誰か別の人を選んでごまかすくらいなら、解散総選挙をして国民に信を問うべきです。岸田内閣は地震と航空機事故の対応を一段落としたら速やかに衆議院を解散する。これがやるべきことです。ものすごく批判されるのを覚悟で、今の政治家で65歳以上はお辞めになられることをお願いしたい。自己保身、裏金、ごまかししかしてない政治家たちに与党与野党も関係ない。民間企業並みの人事転換期だと考える。引き止めもするつもりもないので、岸田氏はとっとと席を外して後任に託してください。ものすごく批判されるのを覚悟で、今の政治家で65歳以上はお辞めになられることをお願いしたい。自己保身、裏金、ごまかししかしてない政治家たちに与党与野党も関係ない。民間企業並みの人事転換期だと考える。引き止めもするつもりもないので、岸田氏はとっとと席を外して後任に託してください。危機の時のリーダーシップはとても重要です。場当たり的なその場しのぎかどうかは国民は鋭く感知して察します。例えば大きな地震災害でとてつもない家が全壊、半壊しており、建て直すためには莫大なお金と資材、職人さんが必要ですが、
一方で大阪万博では天文学的なお金が使われ、大量の資材や職人さんたちが確保されています。そうした矛盾を即刻解決する判断が国のリーダーに求められる資質です。やめると解決できるかどうかは次のリーダーが誰なのかによりますが、解決できない人をリーダーにしておくほどの余裕はありませんよね。総理自身は周辺に、自分が辞めて何か解決するのか、辞めて解決するならいつでも辞めてやると話したと1月1日に日テレニュースが報じたとか。でも確かにその通りで、岸田が総理を辞めても代わりが出て順番の次のが出てくるだけで世の中何も変わらない。自民党の政治家が全員辞めない限り、もしくは政権から退かない限り、岸田一人が辞めても何も変わらない。今の政治を変えるか変えないかは国民に問われている。特にこれから何十年もの将来のある若い人たちに、これで良いのかと問われている。今の自民党では誰が総理大臣になっても同じ。自民党を変えられない。だから政権交代しかない。野党もひどいけど、まだ国民に背信行為は少ないだろうし、国会議員の改革は自民党よりしやすいだろう。何よりも優先は改革。外部から優秀な人材を招くべき。独裁者の思考に落ちてる。解決するかはあなたの決めることではない。あなたが解決に向けて国民にとって有意義な行動を何一つしないことが国難であり問題そのもの。全てとは言わないが、解決の選択肢が増えることは間違いない。辞めるだけで心が救われる人は多い。今の自民党では誰が総理大臣になっても同じ。自民党を変えられない。だから政権交代しかない。野党もひどいけど、まだ国民に背信行為は少ないだろうし、国会議員の改革は自民党よりしやすいだろう。何よりも優先は改革。裏金も問題は党の問題だろうし、それは与党で何とかすればいい。ただ財務官僚の操り人形の岸田がいても、なんだ国益に寄与していないだろう。喋らせりゃ何を喋っているのかもわからん。とかしっかりととか。時代の流れが早いのに旧態依然とした官僚の言いなりになっているような政治家じゃ、むしろいることの方が邪魔だ。官庁を解体するくらいの勢いじゃないとダメで、ゆえにデジタル庁などを発足しても官僚の横やりが入り、父として進まんのだよ。そこまで開き直るぐらい焼きが回っているということなのかな。もともと増税論者であり、総理になればあらゆるところで弊害となるなんて話はよく見聞きしていましたが、予想以上にひどい総理大臣だったというのが率直な感想です。やめて問題が解決するなんてあるわけがない。国民を欺くことを意思とする土壌そのものが浄化されない限り何も変わらないのは分かりきっているが、もはや今の自民党に自浄能力がないのは実に辟易させられます。地震や飛行機事故で裏金問題が薄れる。日本人って飽きやすいから、森友も加計も桜事件の時もまだやってのかみたいな空気になって、なんとなくうやむやになる。中には追及する野党が悪いなどと言い出すやつ出てくる。それが今の日本をこんなことにしたんじゃないのかな。何でもかんでも許し続け、選挙で圧勝させることで独裁政権は腐敗し続け、政治をどんどん私物化していく。岸田の発言も、どうせ選挙をやれば自民党の圧勝で裏金問題など消えてなくなるという思いからだろう。たかが国民だと思ってることが透けて見える。総理が辞めても解決しないような事態を作った自覚はないのかな。派閥からの選出だから、こんな政治しかできないことの自覚が欲しい。総理大臣を引き受けるときにこれを言って欲しかった。岸田首相には止めてもらった方は政治が良くなる可能性大。早速止めてもらいたい。政策もちぐはぐ、危機対応も全くできなていない。同じ止めるなら一刻も早い方が良いが、持ち前の決断不足で何もできないことは目に見えている。岸田首相の次の2つの発言、先頭に立って国民の信頼回復に全力を尽くす決意だ。問題が解決するならいつでも辞めてやる。同じ人が言った言葉とは思えないような言い方。もし事実でないなら本当に悪意ある記述だ。年末の朝日の記事の誰のおかげで総理に、発言と同様にメディアの記事は鵜呑みにはできない。いつでも辞める。
発言が出たタイミングが地震が起こる前か後かで違ってきます。地震が起こる前なら愚痴、起こった後なら震災及び航空機事故対応で国民からやめろコールが出ないことを見越した上での発言でしょう。とはいえ、どちらであってもやる気のなさは否めません。やめても問題解決はしないかもしれないが、やめなくても検討しかしないから問題は解決しない。増税と外遊ばらまきとマイナンバー、インボイスはすごい勢いで行うけどね。首相の発言の良し悪しはともかく、食事のついでに周辺に漏らした愚痴まで SNS で拡散されるのではたまったものではないだろう。政治家といえども所詮は人の子であって、聖人君子が務めているわけではない。愚痴もしだれるしへもするだろう。だからこそその業績やリーダーシップをしっかり正していく必要があることは確かだが、その一挙手一投足まで逐一上げつらうフラッシュのようなメディアのデスさについてもしっかり正されて叱るべきではないか。今の若手は管理職に就くことを嫌う傾向が強いというが、こんな上げ足取りばかりやっているとそのうち政治家にはなってもリーダーにはなりたくない。二足三門の共柄ばかりが居並ぶことになるように感じる。いや、与野党ともにその傾向は顕著なように思う。それでいいのか。